エトヴィンファン、デルサール。エトヴィンファン、デルサール。1970年10月29日隊は、オランダ、南ホラント州、フォールハウト出身の元サッカー選手。現役時代は、オランダ代表でポジションはゴールキーパー。オランダ史上最高のゴールキーパーと評される。現在は、アヤックス・アムステルダム CEO を務める。エトヴィンファン、デルサールと表記されることもある。 オランダのアヤックスでキャリアをスタート。ほどなくして頭角を表した彼は1995年5月24日に行われたチャンピオンズリーグ決勝で連覇を目指した AC ミランを破って優勝。1996年5月22日の同大会決勝ではユベントスに PK 戦で破れ連覇はならなかったものの、すでに優秀な GK としての評価が確立され始めた。 コロに成し遂げたビッグタイトルの獲得は彼を一躍移籍し上州役に押し上げ、1999年7月1日に500万ポンドでユベントスに移籍することとなった。ユベントスでは初の外国籍の政治家となったが、2年連続でセリエ A では準優勝に終わった。さらに不調で本来の実力を発揮できずにイージーミスを連発してしまったことや、2001年に なると、イタリア代表のジャンルイジ・ブッフォンの加入により、ポジション確保が危うくなったことから、2001年8月1日に700万ポンドで、イングランドのフラム FC に移籍。移籍後は、アヤックス時代の輝きを取り戻すかのような活躍を、見せ、ヨーロッパ屈指の GK の呼び声を再び手にした。この活躍により、マンチェスターユナイテッド FC の アレックス・ファーガン監督が彼に注目するようになった当時のマンチェスター・ユナイテッド FC はピーター・シーマエケルの対談後長きにわたり深刻な GK 不足に悩まされていてファンデル・サールが入団してきたことでようやく長い暗闇から脱出した2005年6月10日200万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍不動の政治 GK として ゴールマウスの最後の番人を務め上げた。なおマンチェスターユナイテッドの GK ユニフォームは当時、緑色だったため、緑の巨人という新しい愛称もついた。2008年の引退も噂されたが2010年まで、契約を延長した。2007から08シーズン、UEFA チャンピオンズリーグ決勝で、チェルシー FC と対戦。試合は90分で決着がつかず、 PK 戦にも連れ込み、チェルシーの7人目ニコラーネルカの PK をストップしマンチェスターユナイテッドを9、シーズンぶり3回目の優勝へ導いた。2008から09シーズンに WBA 戦で完封勝利を収め、チェルシーのペトルチェフが保持していた1025分間という、プレミアリーグの無失点記録を打ち破った。その後のウストハムユナイテッド FC 戦でを果たし、 英国全土での無失点記録を樹立した。2011年1月27日、シーズン終了後に現役を引退する意向を表明。その理由を、そろそろ家族のことを考えたいとコメントした。引退表明後もハイパフォーマンスを維持し、5月14日のブラックバーンロオーバーズ戦、1から1で本人は出場しなかったもののリーグ優勝を決め、 さらに5月22日のブラックプール FC 戦4から2勝利し優秀の美を飾った5月28日のチャンピオンズリーグ決勝の FC バルセロナ戦1から3を最後に引退マンチェスターユナイテッドを去ったオランダ代表では当初エドで封印の控えでありアメリカ W 杯では出場機会がなかったが1995年6月7日にベラルーシ戦で デビューするとその後は、デフンやルートヘスプ、サンデル・ベステルフェルト等の実力者を抑えて、代表政治系に定着。フランス W 杯では準決勝に進出したが、前回準々決勝で敗れた連覇を狙うブラジルに、PK 戦で敗れさらに3位決定戦では、初出場のクロアチアにも敗れ4位だった。母国オランダとベルギーの共催となった、ユーロ2戦では、 地元の声援を受けて、準決勝に進出。決勝進出をかけて臨んだ。イタリア戦では延長戦まで0から0で PK 戦に突入したが、相手 GK、フランチェスコトルドに味方が4本中3本を止められ、さらに自身も最後、4人目のパオロマルディには止めたものの3人目のフランチェスコトッティには、パネンカでゴールを決めれ1から3で敗退。母国での優勝はならなかった。 その後、日韓 W 杯では、まさかの予選敗退に終わり、雪辱を期した、ユーロ2004も、開催国のポルトガルに準決勝で敗退した。その後、アヤックス時代のチームメイトでもある、マルコファンバステが、代表監督に就任し、彼によって首相に任命された。二千六年六月十五日、ドイツ W 杯決勝トーナメント一回戦、ポルトガル戦で、 フランク・デブール、112試合を抜いて、代表最多出場記録保持者となった。しかし、試合は0から1で敗れユーロ2004の雪辱は、ならなかった。ユーロ2008を最後に代表引退したが、マールテン・ステケレンブルフの怪我もあって、ファンバステンの要請を受けて南アフリカ、W 杯予選にも2試合出場した。最終的に代表では130試合に出場し、 ウェズレース・スナイデルに抜かれるまで最多出場記録だった。2012年11月20日、フルス・アヤックスのマーケティングディレクターに就任し13年ぶりに復帰する。2016年3月12日、ユース時代を過ごしたオランダ4部の VV のオルトエイクの GK として CVV 四段ボーイス戦に先発出場、1試合限定で現役復帰した。 2015年にアヤックスの CEO に就任通算130例楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。